に亡くなった漫画家の三浦伊達太郎さんの漫画、ベルセルクの最新364話が、9月10日発売の、ヤングアニマル、白泉社、18号に掲載されることが、8月12日、分かった。同号は、ベルセルクの特別メモリアル号で、オールカラーピンナップとして29ページにわたってカラーイラストが掲載される。名場面ポスターと特別機構小冊子、メッセージズ 2KENTAROU 三浦もつく。8月12日発売の同誌 16.17 合併号で発表された。小冊子、メッセージズ 2KENTAROU 三浦には、三浦さんと親交のあった赤堀悟さん、アッキューさん、海野千佳さん、勝亜希さん、ニコニコルソンさん、廃下隆さん、百瀬珠美さん、森常美さん、森山えなぎさん、和ざらい静也さんが寄稿する。漫画、ホーリーランドなどの森さん、漫画、セスタス、シリーズなどの和ざらいさんは、三浦さんの高校の同級生でもある。三浦さんは1966年生まれ、1989年に月刊アニマルハウス、白泉社で、ベルセルクの連載をスタート。5月6日に、急性大動脈解離のため、死去した、54歳だった。ベルセルクは、戦乱で荒廃した架空の世界を舞台に、巨大な剣を使うガッツが、異形の化け物を相手に、壮絶な戦いを繰り広げる姿を描いている。コミックスの累計発行部数は、約4000万部。テレビアニメ化されたほか、劇場版アニメが公開されたことも話題になった。